行けばよかろう。でも山の仕事もあるし。お前なんか数のうちに入っておらんよ。ちっ、ひでえな。昔一緒に修行した友達からの手紙だな。ねえ、そろそろ雨が欲しくなったのかもしれんな。雨？その友達じゃよ。一緒に鍛え合った相手に会いたくなったんじゃろう。はあ。龍、木は雨が降らんと育たん。また木が育たぬと雨は降らん。お前もそろそろ雨が欲しくなった頃ではないか。行ってこい、龍。手紙ぐらいよこせよな。ああ、じさん、いろいろありがとう。すぐ戻ってくるよ。ああ、こっちのことはいいから、心配するな。これ。え、それは凛子ちゃんのお母さんの。いいから。龍はドジなところがあるからお守りだよ。サンキュー、もらっとくよ。龍さん、そろそろ行くか。ああ、リュウ、元気でな。リンコちゃんもな。リュウはもう島に戻ってこない気がする。リュウ、おい、リュウ。てよ、悪い悪い、待たせたな。結構道が混んじまったよ。久しぶりだな、リュ。割と元気そうじゃないか。お前もなほ。さあ行こうぜ、こっちだ。おい、どうした、リュ。こっちだ、こっち。あ、2年ぶりだな、リュウ。ああ、しかしでかい車だな。何、親父のさ、これ。ああ、ここは公園かなんかか。いや、うちの庭だよ。庭？何、20分もすりゃすぐ家だよ。嘘だろ。ケンボッチャマがお帰りになられました。正面玄関どうぞ。了解。お帰りなさいませ、ケンお坊ちゃま。いや、みんなご苦労さん。どうも、お世話になります。みんな、日本からはるばる来てくれた俺の親友だ。よろしく頼むぜ。リュウです、よろしく。ようこそいらっしゃいました。さあ、リュウ。へぇ、すっげえうちだな。親父の趣味さ。お、いい犬がいるじゃないか。よし、来い。やめろ、こら、くすぐったいだろうが。おい、やめろって。おい、やめろ。うちの犬が客に懐くなんて初めてだぜ。そうか、俺犬好きだからな。ん？へえ、鎧か。親父が日本好きでな。そういや、お前のおふくろさんは日本人だったな。
二人とも大統領のバースデーパーティーに出かけてるんだ。終わったら飛んで帰ってくるってよ。そうか。お前が来るのが相当嬉しいらしいぜ。ここが俺の部屋だ。ん？後でお前の部屋に案内するから、とりあえずここでくつろげよ。シャワーを浴びたければ、突き当たりにバスルームがあるぜ。まるで一軒家だな、こりゃ。ん？すっげえな、ケン。トーナメントで結構優勝してんじゃねえか。いや、何？トーナメントにはお前みたいな奴は出てこないし、ちょろいもんさ。そうか。それより、お前に見せたいものがあるんだ。なんだよ、見せたいものって。いいから黙ってついてこいって。これは…マジかよ。これは、俺たちが昔修行した道場そっくりじゃねえか。だろう？